はい、こんにちは、もかです。今回はですね、前回に引き続き OpenTX について解説していきたいと思います。で、今回はですね、モデル設定について少しお話ししていきたいと思います。今回の動画については、前回までの解説を見ていただいているということを前提にしていますので、まだ見ていない方については、前回までの OpenTX についての解説動画を、見てもらえればと思います。で、まずですね、設定を行う、モデルセットアップ、モデル作成を行う前に、プロポのスイッチの位置について確認しておいてもらいたいんですけども、例えば、ラジオマスターの TX16S については、ラジオマスターのホームページに行って、マニュアルをダウンロードすると、このような形で、スイッチの場所を確認することができます。スイッチの場所と名称ですね、を確認することができます。で、FR 使い系の、マニュアルについても同様なんですけども、例えば、X90 プラス SE のマニュアルをダウンロードすると、このような形で、各プロポのスイッチの場所が掲載されています。こちらのスイッチの場所を確認しながらプロポの設定を、モデルの設定を行っていくという流れになります。で、そうしましたら OpenTX コンパニオンを起動してプロポの方を接続しておいてください。で、接続している状態で、モデル、機体モデルや設定を読み込みを選択します。で、今回モデルを作成していきますので、こちらのモデルを追加をクリックします。そうすると、機体モデルウィザードが起動しますと。で、ここでモデル名を決めていくんですけども、今回は、XM プラスとしておきます。ここは、例えば、利用するモジュール、レシーバーですね、の名称をつけておくと分かりやすいかと思いますと。で、モデルタイプはマルチローターを選択しておいてくださいと。で、チャンネルマップについては、基本的には前回までの解説動画でご紹介している機体、送信機設定の編集のところで、チャンネルマップを ATR を選択していただいている方は、ところが変える必要はないです。で、モデルオプションのところは、今回オーソドックスな、設定をしていきたいと思いますので、特段チェックを入れずに次を選択していきますと。で、OK にチェックを入れて完了を押します。そうするとこのような形で新規モデルが追加されています。で、こちらを編集していくことになりますと。で、いくつかタブがあるんですけども、基本的に設定しないといけないのは、このセットアップ、それからミキサーですね。あとは必要に応じてスペシャルファンクションとテレメトリを設定していくこととなります。で、まずは、セットアップ項目ですね。こちらで決めて、設定しておきたいのが、まず警告のところ、スイッチ警告ですね。OpenTX 系のプロポについては、SA、SB、SC、SD が、上の状態がデフォルトになっていますので、こちらを変更しておきますと。スイッチを下げている状態が、デフォルト、の状態にしておきます。そうすることによって、電源入れた時にアラートをがなってしまうのを防ぐことができますと。アラートがなくなるイコール、ポロポ操作できないということになりますので、こちらは必ず設定しておくことをお勧めします。警告切っちゃうっていう、こういうふうに切っておくっていうのも、手もありますけど、私は警告は入れておいて、ここの、ポジションというんですかね、を変えておくことをお勧めしますと。で、あとは、続いては、モジュールをどれを使うか、内部送信機のモジュールを使うのか、外部送信モジュールを使うのかっていう、2択になるんですけども、例えば、ラジオマスターの TX16S であれば、技的取れていて、それが内部のマルチプロトコルモジュールなので、DIY マルチプロトコルモジュールを選択します。で、例えば、X ライトプロとか、X ライトとか、あとは、FR スカイの X90 プラス SE とかもそうなんですけども、そういう時は技的モジュール使うと思うので、内部送信機のところはオフ
内部送信システムはオフにしておいて、外部送信モジュールのところをこちらを DIY マルチプロトコルモジュール、まあ、これを選択すると利用できるようになりますと。はい、で今回は内部送信システムを DIY マルチプロトコルモジュールを選択しますと。でマルチプロトコル、今回は FR Sky にしておきたいと思います。で サブタイプは D16 で問題ないです。あとフェールセーフモードはこちら必ず設定しておいてくださいと。でパルスなしですね。で基本的な設定はセットアップ項目についてはこれで以上になります。で続いてミキサータブですね。でミキサータブのところは、まあ、1から4については、まあ、スティック操作のところがデフォルトで、まあ、設定されているので、まあ、チャンネル5から以降を設定しておくことになり、まあ、設定していくことになります。でチャンネル5には私は、ショルダースイッチっていうんですかね、肩のスイッチを割り当てたいので、まあ、例えば SE、はじめにこっちから説明した方がいいと思うんですけどね、まあ、SE、これはスイッチの場所ですね。それから私はアームを割り当てたいので、名称についてはアームと設定しておきます。あとは特段変更する必要がないので、このままで OK をクリックします。で続いて逆側の、SG ですかね。SG をまあ割り当てたいので、SG を選択します。でこちらについては、ですね、フライトモードを選択したいので、まあ、例えば F モード、まあ、こんな形で名称を割り当てておきます。その他は特段触る必要はないですと。で続いてチャンネル7ですね。こちらはまあ SA をスイッチを割り当てていきたいと思いますと。こうですね。で、名称については私はまあフリップをして設定をしておきたいので、まあ、フリップっていう名称にして、で、一つポイントがあって、ウェイトのところは今、スイッチが上がオン、まあ、オンというか、デフォルト値になっているので、まあ、これを逆転しておきたいので、マイナス100を選択しておきますと。で、続いてチャンネル8ですね。こちらは逆側の SD のスイッチを割り当てたいので、まあ、SD を選択しますと。で、名称についてはブザーを設定しておきたいのでビープという形ですね。で、ウェイトについては先ほどと同じように反転させておきたいのでマイナス100をクリック、まあ、入れてスイッチとしてセットしておきますと。あとは基本的に4つぐらいスイッチあればいいんですけども、あとはまあもう好みの問題なんですが、一応 SB と SC についても設定しておきたいと思います。例えばエグザンプルの1みたいな形にして SC か SB かですかね。SB を選択して、こちらもマイナス100ですね。で、続いてが SC。まあ、こちらも同じように SC ですね。はい。で、こちらは、エグザンプルの2みたいな形で、まあ、名称を割り当てておきます。で、ウェイトについてマイナス100ですね。これで OK。で、他にも、例えば、SF とか SH とかもスイッチ割り当てたいという方は、まあ、11とか12にこう、まあ、設定をしておくといいと思います。で、あとはですね、スペシャルファンクション。まあ、こちらについては、前回の動画でグローバルファンクションでスイッチ割り当てたと思うんですよね。例えば、LED の、光の高度、まあ強さをちょっと変えたいとか、あとは、例えば音量の変更したいみたいな時は割り当てたと思うんですけども、まあ、スペシャルファンクションでも同様に割り当てることができるので、まあ、モデルごとに設定値変えたいという方は、まあ、スペシャルファンクションで設定しておいてくださいと。で、その時にはセットアップのこのグローバルファンクションというところのチェックを外すと、スペシャルファンクションの機能だけをまあ利用できると、まあ、そういう使い方ができますと。あと、テレメトリーについては、例えば、FR Sky の RXSR とかだと、送信機側でも、RSSI の強度を拾うことができるので、まあ、そういった場合にはアラートを上げることができます。あとは、内部送信、内部レシーバー、例えば、フープとかで使っているような、FC ですね。ああいう場合も、RSSI 強度を拾うことができるので、その時には、例えば、低アラームのところを35とか、
で、クリティカルのところを、まあ、20とかに設定しておくといいかなと思います。で、クリティカルをあんまり低くしすぎちゃうと、まあ、アラーム鳴ったら、例えば10とかにしちゃうと、まあ、10だと、まあ、もうすでにバインド切れしちゃうみたいなことがあるので、ここはちょっと、ね、大きめに値を設定しておくともいいと思います。まあ、少し余裕見たいって方は、例えば40の25とか、まあ、これぐらいがいいんじゃないかなと思います。あとはもう、各個人によって、人によってこの感覚って全く違うので、アラームが鳴って、あ、もうそろそろ戻さなきゃいけないとかっていう判断ができる人とか、アラームが鳴ってからも結構飛ばしちゃうって方もいると思うので、そこはまあ、皆さんの、まあ、こう感覚によって少し設定を変えるといいと思います。私はちなみにですね、35の20とかですね。で結構だから低アラームが鳴ったらもうすぐに機体戻すみたいな、まあ、そういうやり方をしてますね。まあ、クリティカルアラームが鳴ったらもう結構やばいんで、バインド切れしちゃったりすることも、まあ、たまにあるんですけど、まあ、ここは注意しながら、まあ、必要に応じて設定するといいと思います。で設定の方が終わったらこの、送信機に書き込みっていうのを、まあ、クリックすると、今の情報が送信機に保存されるということになります。あとは、もう少しちょっとご紹介しておくと、例えば、これ、まあ、ドキュメント、OTX が変更されました。まあ、変更保存しますかっていう、まあ、閉じようとすると出てくるんですけども、こちらを、まあ、PC 側にも一応機体情報っていうのを設定することが、まあ、設定情報を保存することができるので、例えばラジオマスターの TX16S の BK バックアップファイルとして日付なんかを入れておくと、まあ、分かりやすいかなと思います。で、まあ、私今データあるんで置き換えますって表示が出たんですけども、で例えばプロポを接続してない状態でも、先ほどの、OTX ファイルをオープンで開くと、この状態で、まあ、送信機設定の編集とかモデルの編集とか追加っていうのができるようになるんで、まあ、一旦保存しておいてこちらを編集してまた送信機に上書いてあげるなんていう使い方も、まあ、できますと。これはまあ結構便利だったりもするので、まあ、必要な応じて使い分けてください。で以上が一応 OpenTX コンパニオンのモデルセットアップについてのご紹介となります。で次回以降は、まあ、少し、Tips というか、ですね、まあ、あとまあ一つぐらいなんですけども、スロットルの、まあ、最大値の変更というのが、結構できたりして、これは便利だったりもするので、まあ、それについてのご紹介を、まあ、次回行っていきたいと思います。で、OpenTX 系の、まあ、コンパニオンの使い方の解説してきたんですけども、実はまあ、一回理解しちゃえば、そんなに難しいことないんですよね。で、どのプロポも同じように、こう、設定ができるようになるので、まあ、一回これ把握しておくと、まあ、次回以降、こう、設定するのも楽ですし、まあ、プロポ側でわざわざ設定する必要もないので、まあ、一度こう、覚えておくと、まあ、経験しておくといいかなと思います。はい、で今回の動画が参考になったよって方がいましたら、チャンネル登録の方と評価ボタンの方をお願いできればと思います。じゃあバイバイ。